はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。もふもふ、かわいいですね。もふもふ。はい、えー。皆様どうも、こんにちは。えっ、ー、とですね。えー、アメちゃんなんですけど、またね、なんか、物騒なものが見つかったみたいですね。物騒なものが。はい。えー、フィラーのね、フィラーのデルフィアです。フィラーのデルフィアでね、なんか、パイプ、パイプ、 が見つかったそうですはい、パイプのね、バクバクですね。タイパイプのバクバクの段々がね、なんと、なんとね、今日の開会から見つかったそうです。はい、こちらの今日の開会なんですけど、カトちゃんです。はい、カトちゃんの教会でございます。はい、えー、まあね、 えー、加藤ちゃんといえば、あっち側ですからね。はい。まあ、全部が全部そうだと、いうことではないんですけど、加藤ちゃんの中にもね、なんか、いい人たちが何人かいるみたいなんで、はい。えー、ここら辺はね、ちょっと、あの、割愛させていただきますけど、まあ、そういうことでね、えー、加藤ちゃんといえば、ああ、いるなんちゃら、はい。 加藤ちゃんといれば、いるなんちゃらですからね。はい。えー、そんなあ加藤ちゃんのね、今日の開会で、えー、パイプのね、バクバクの段々が見つかったと。はい。これは一体何なんだろうかということですね。偶然なんだろうか。はい。それともということです。まあ,あ、一言で言っちゃいますとね、 えー、物事には偶然なんてものはね、ないんですよ。はい。えー、偶然っていうのはありえないんですね。はい。えー、なので、えー、こちらの方もね、はい、えー。多分偶然ではなくて、何かのためにね、何かのために、あの、準備をしていたっていう可能性が非常に高いということです。そしてね、 フィーラーですね。フィーラーのね、デルフィアです。はい。フィーラーのデルフィアっていう街はね、えー、青ですね。はい、青。はい。青といえばね、あの方です。はい。そうです。そろそろちゃんですね。そろそろちゃん。はい。青のね、アメちゃんの青といえば、そろそろちゃんでございます。 はい。分かりにくくてごめんなさい。はい。えー、まあ、常連さんだったらこれで通じるんですけどね。<laughs> はい。えー、そういうことで、そろそろちゃんでございます。また、そろそろちゃんがね、何かを企んでいるんでしょうかね。分かりませんけど。はい。えー、全く分かりません。とりあえず、ポのリスちゃんがね、えー、操作中だということです。はい。なんで、こんなものが、 あね、カトちゃんの今日の開会から出てきたのか。はい。えー、誰かが、ああ、ね、えー、もしかしたら、その今日の開会をね、誰かがね、バコーンってしようとしていたのかっていうことですね。はい。そしてもしかしたらそこでね、何か製造していたのかもしれないし、全くわかりません。はい。ま 全くわかりませんはいということでございますはいえーまあね、えー、変な話なんですけどまあカトリックのねカトリックのおみさは嫌いではありませんはいえー,あ,ーああいったねあのーなんていうのかな神聖な雰囲気はねえー、好きなんですけどねはい まあ、もしかしたらね、その人が集まった時にね、バッコーンってするね、何かそういった、あ目論みがあったのかもしれませんね。えとりあえず、えー、事前にね、見つかってよかったです。はい。まあ、そういうことでございます。えー、こちらの記事もね、貼っておきますんで、皆さん見に行ってください。えー、一体何がどうなってるんだか。 ああ、アメちゃんというね、ええー、ところはね、複雑きっかいでございますね。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。